ひそやかな音楽は、フェデリコモンポー作曲のピアノ曲集、モンポー後期の代表的作品、四巻全28の小曲からなる、モンポーの最高傑作とみなす人も多い。現代を直訳すると沈黙の音楽だが、ひそやかな音楽の方が定着しつつあるようである。モンポーは、この曲が演奏されたり出版されることを前提として、作曲を進めたわけではない。 全曲演奏しても1時間程度だが、作曲年代は広範囲にわたっている。初期のピアノ作品や歌と踊りなどとは全く曲奏が異なり、ほとんどの曲が瞑想的で意図的な単純さが追求されている。また、しばしば副調や無調的な箇所が見られ、文法の曲の中では最も前衛的語法に近づいた曲集である。哲学者ジャンケレヴィチは、 エリック・サティの影響を指摘するが、これは実証的ではないし、かなり疑わしい。文法が、サティから影響を受けたのは、パリ時代の一時期であって、かつ、間もなく、批判的な立場に変わっているからである。題名は、スペインの神秘思想家十字架の聖ヨハネの詩、例の三歌の中にある一節、音のない音楽、叫ぶ孤独から取られている。十字架の聖ヨハネはこれを、 自然の感覚と能力に関する限り、その音楽には響きがない。しかし、孤独は精神の持つ能力を通して大きく響くと説明する。一方、当局集第一巻序文にフランス語で書かれている文法自身の言葉によれば、ムジカカジャダの真の意味をスペイン語以外で表現したり、説明しようとするのは難しいという。1959年出版、究曲からなる。 約20分。1962年初演。7曲からなる。約14分。1965年初演。4巻の中で最も曲数が少なく5曲からなる。約14分。1972年、スペインのカダケ国際音楽祭においてアリシアデラローチャによって初演された。7曲からなる。約21分。ラローチャに検定された。 楽譜はパリのサラベール社から出版されている。文法辞演による全巻の録音がある。1974年録音。音質はそれほど良くない。日本人による演奏としては、熊本マリア高橋雄二による録音がある。A.B. ウラディミール・ジャンケレビチチ遥かなる厳禅、アルベニス、セブラック、文法春秋社、2002年。 ISBN4 から39 39 3 9 3 9 3 1 5 7 2 A.B. クララ・ジャネス著、熊本マリアク、ひそやかな音楽東京音楽社、1993年、ISBN4 から885642655、静かな音楽というタイトルで2006年に、キングレコードより、リリースされた。沈黙の音楽というタイトルで2008年に、フォンテックより、リリースされた。 ありがとうございます。